ようやく気づいたか。遅かったな。アイファグ、はい、シャープさん1回戦第2試合1本目、ダルトン選手カービー、ニトリオ選手ソラ。ついに追ってきたね、ソラ。いいね。カツオの報告ではソラが2回勝ってるみたいで、ダルトンさんに。はいはいはい、はい、そう、この前勝ってるって言ってたんで、自信を持って選んできたかなと思います。さあ、タルトン選手優勝ね、ナイト杯では悔しい思いしたので、大気合いが入ってると思います。あれもうほぼ事故だと思ってますけどね、俺。しかもね、次カスト当たってしまうんですよね。トラウマ。しかもね、同じカードになっちゃうっていう2人とも。ライト杯参加可能の2人でしたからね、これは。うまい。その気合いを入れてね、やっていきましょう。あ、でもあれだ、当たんないんだ。敗者復活、ランダムがある。うおっと、グエネオコスパ、グエネちゃん素晴らしい。空の魔法強いコピーできたのはいい感じっすね。ちゃんと崖つかり、スマッシュを置いている。見てるね、この場に合わせた。下から下がない。いやー、いい感じに殴り合っているが、空中攻撃が。そうですね、空お得意の空前空エヌ2段からのジャンプ、クエヌでつなげるみたいなの、カービィがやりにくい。あっ、使うな。若干やっぱこの姿勢で。そうですね、機能していない感じも。一番火力的には一番あるサンダガがちょっと当たりにくいっていうのはあるかなと思います。クエヌが、まあでもなんかこう、何で勝ったかって、下つまみで勝ってるような印象があるから、どこで通していくかな。空洞で撃墜、今のは辛い。しかしベザが、これは空前で降ってくる。おっと、そのまま回避、横捨てのサソルが空洞、空洞。しかしコイピーがなくなったのはでかいぞ。カービィ側の牽制手段が少なくなったんで、もう心置きなく魔法を振れるって感じです。吸い込め、あー、サンダが入った。そしてサンダが撃墜、早速効果を見せてきた。そしてラストストック63なら、それ側は全然ある。全然まだまだ両者ともに油断ならない状況。いや、いいブリザベな9万円崖展開、この崖決めたのか、決めた。下スマッシュ、頭が出ていったか、抑えできなかったっすね。本命はタルトン選手。さあ、1回戦第2試合2本目、タルトン選手カービィ、ニトリオ選手ソラ。選んできた、変わらずスマブラ選択。台がある、近めのやりやすいステージだが。そうですね、ステージが広いから牽制手段を持ってる空側は楽かなっていうのと、横が狭いんで復帰阻止で殺しきれる場面があるかもしれないですね。空前で飛ばせばでね、結構飛ばす可能性も空側があるので、そこら辺を狙ってきたのかなと。どんな感じでしょうか。カービィ側は横に吹っ飛ばす手段多めなんで、 DA しかり、空母しかり、空前しかりと、ここがどこかなーっていった感じですね。サンダガがやっぱ最終段までね、なかなかいかない。ウスマッシュ D 出てきましたね。さあ、かなり押している。空母カウンター、いいカウンター。さあ、ここでね、ニトリオ選手側としてはリズムを作りたい。クエザが、おっと、ク
く上。あ、防御が硬い。下強。出し尽くされてる、ディエ。ディエ。上身が。これはまだいかないのか。耐えた。メク編間に合ってますね。もう一個。サンダが決めている。ちょっと下がり目に打ったのうまい。ね、今のいいね。そうですね、三段目きっちり当てるためにちゃんと下がって打ったの偉いですね。しかし横スラッシュ最悪すぎる。さあ落ち着いて何とか返していきたいところだが、クイザがさっきも言ったんですけど、空側は牽制の手段をよく持ってるんで、焦りさえしなければ全然チャンスはあるかと。差し込みに行かなきゃいけないのカービィなので。そうっすね、運動性能も高くないんで魔法には引っかかりやすいかなと思うんですけど。いや、おかすまし吸い込み空母吸い込んだ。あ、座れたわ。空へ。これはサンダーが怖いぞ。さあ、サンダーが今のエヴァガチャしなかったのいい判断。ねえ、ウィザがスマッシュ。下スマッシュ。こいつの下スマは意外と速い。上げ場表を覆した。タルトン選手2回戦進出。やるな。